漫画進撃の巨人に登場する変人キャラといえば、あなたは誰を思い浮かべますか？それはもちろんライナーという方も中にはいるかもしれませんが、今回スポットを当てるのは調査兵団のブレーン的存在ハンジゾエ。ハンジは変人キャラはもちろんのこと、性別についても議論されているほど注目を浴びるキャラクターですよね。今回はそんな人気者ハンジについて考察研究していきたいと思います。最終話までの内容を踏まえて考察していきますので、この動画は必ず進撃の巨人を全巻読んで心臓を捧げる覚悟ができた方のみご視聴ください。また考察に関わる部分以外のネタバレは控えていますので、単行本を確認しつつ参考にしてもらうことをお勧めします。ハンジゾエ。まずはハンジさんを知らない方のためにハンジさんの素性を見ていきましょう。ハンジゾエは原作本編で言うと5巻19話より初登場しているキャラクターです。外見は無造作に一つにまとめた髪型にメガネもしくはゴーグルをかけたのが特徴で、性別がはっきりしないような中性的な話し方と見た目をしている人物です。調査兵団第4分隊長を務める傍ら、巨人の研究に情熱を注いでいて、脅威の対象である巨人に対しても友人のように語りかけたり、痛みを与える実験ではまるで自分ごとのように泣き叫ぶなど、巨人に対し友好的に接しており、その姿はかなり狂気じみています。それゆえハンジは変人キャラやサイコパス、マッドサイエンティストという印象が読者の中では大きいのではないでしょうか。しかしリヴァイと同じく長年調査兵団を務めているベテラン兵士であり、判断力や洞察力もずば抜けている頭脳派。調査兵団13代団長のエルヴィンがウォールマリア奪還編で亡くなった後は14代団長を任されるなど、リーダーとしてもかなり優れた人物なのです。そんなハンジの人柄はというと、普段は物腰が柔らかく気さくで温厚、巨人を前にしても陽気に振る舞っていますが、作者の諫山先生曰く怒ると一番怖いキャラクターとのこと。そんな意外な一面を覗かせたのが8巻34話でのことで、壊れた壁から巨人の顔が出てきた際、事実を隠しているニック司祭に対し感情的になっているハンジが描かれていますよね。いろいろな側面を見せるハンジですが、どんな一面も魅力的なため読者からの人気も非常に高いキャラクターといえます。団長になったハンジ。エルヴィン団長亡き後、ハンジが調査兵団団長に任命されてからはまた違った活躍が見られました。エレンの家の地下室にたどり着いた調査兵団ご一行は世界の状況を知ることになります。マーレ編に突入してからはただ巨人を倒していたそれまでと全く違い、諸外国を相手に立ち回らなければなりません。また単独で行動するエレンに振り回されることもあります。その頃のハンジは兵士というよりさながら外交官のようで、敵国マーレの義勇兵やヒーズレ国など一筋縄ではいかない諸外国との関わりで苦しい時期でもありました。パラディ島の人々を守るために地ならしは必要と理解する一方、壁外で大量虐殺があってはならないという気持ちもあり、団長として板挟みになります。その苦しむ姿から以前のようなハンジの陽気さは影を潜めていました。しかし物語終盤、エレンの地ならしが発動されると、ハンジは調査兵団団長として死んでいった仲間たちに報いるためそれを阻止することを決意します。マーレ軍のマガトやピークと接触し、敵味方関係なく一致団結し、エレンを止めるべく手を組むことを呼びかけました。ハンジらしさを取り戻しつつも、人類の危機は刻一刻と迫り、絶望的な状況の中、ハンジはある決断を下します。それは団長としてのけじめをつけるべく、巨人の群れに一人で特攻するというものでした。アルミンに調査兵団15代団長を任命後、33巻132話でハンジは最後を迎えたのです。ここからは33巻で描かれたハンジさんの最後を考察していきましょう。ハンジの最後を考察。ハンジは物語終盤の132話にて死亡します。エレンによる地ならしが発動し、数えきれないほどの巨人が動き出すと、ハンジたちは敵対していたマーレ軍と手を組み、エレンを止めるべく行動します。飛行艇に乗ってエレンの元へ向かおうとした矢先、先回りしていたイエーガー派のフロックによって飛行艇の燃料タンクに銃で穴を開けられてしまいます。そのせいですぐに飛び立つことができなくなってしまい、その間にも巨人の大軍は迫ってくるという危機的状況に、ハンジは自らを犠牲にする決意をしました。それは団長としてのけじめであると同時に、順番が来たことをリヴァイに告げています。これは以前中央憲兵の人間であるサネスを拷問した際にハンジが言われた、こういう役には順番があるというセリフから来ているものだと思われ、しびれますよね。そしてハンジはリヴァイからの初めての心臓を捧げよをもらった後、巨人へと立ち向かいます。その際、巨人を見下ろしながら、やっぱり巨人って素晴らしいなというハンジらしさがにじみ出ている最後のセリフで締めくくり、巨人に特攻。熱気に包まれながらも一人で巨人の足止めをし、やがて力尽きたハンジは墜落します。
ハンチの出番はここまでかと思いきや、次のページでは驚くべき光景が広がります。大きな巨人の足跡の上に倒れているハンジがハッとして起き上がると、そこにはなんとエルヴィンやムブリットなどこれまで死んでいった仲間たちがハンジを迎えにやってくるというシーン。エレンのバカがさあと文句を漏らすハンジに優しく手を差し伸べる以前の仲間たちが猛烈に泣けますよね。このような死後の描写が描かれたことに驚いた読者も多かったのではないでしょうか。132話のタイトルは調査兵団を象徴する自由の翼。結果的にハンジは調査兵団のフル株メンバーの中で最後に亡くなったキャラとなったわけですが、ハンジを含めてこれまで死んでいった調査兵団メンバーを表しているのと同時に、役目を果たして死という形で自由になったハンジのことを表したタイトルのように思えますね。これまでの進撃の巨人にはないファンタジックな演出は、最後の最後までハンジらしい終わり方をしたかったという作者の思いが込められているように感じます。単行本33巻で見れますので、ぜひハンジさんの勇姿を再確認してみてください。ハンジの性別を考察。見た目はやや女性的で、キャラクターは男性的な部分を感じさせるハンジ。作中においてハンジの性別に関する描写や会話もなく、連載当初から謎とされてきました。一人称は私となってはいますが、それだけでは性別ははっきりしませんよね。身長は170センチ、体重は60キロと男性とも女性とも捉えられる体格。一方で誕生日は9月5日の乙女座と、ここでは乙女ぶりを発揮しています。極めて謎ですね。読者の間でもハンジが男性なのか女性なのかの議論が絶えず、人気者のハンジなだけに気になっている方も多かったのではないでしょうか。この件がたびたびネット上で議論されているということを知った作者の伊佐山先生は、当時自身のブログにてこの質問を受け、ハンジの性別は明言しない方が良いと確信したと回答しています。この伊佐山先生の決意により、ハンジの性別問題はますます謎が深まる事態となりました。ですが、それまでの経緯でハンジは女性らしいセリフを言ったり、単行本5巻最後の嘘予告でスカート姿のハンジがいたりなど、女性寄りな部分が多く見られています。また進撃の巨人が実写映画化された際に、ハンジ役は女優の石原さとみさんが演じられていました。もし男性という設定であれば、わざわざ女性をキャスティングするということは考えにくいですよね。そして極めつけは、アニメ版で明らかな胸の膨らみがわかる描写があり、ファンの間ではここで女性説が濃厚となりました。ハンジは男性と思っている読者にとっては衝撃的ですね。ちなみに作者はインタビューで、アニメ実写では女性になりましたと明言されており、原案設定資料集では一応女性のつもりではありますが、あえて男性とも見れなくもない感じと書かれています。このことからもハンジの性別は女性ということでほぼ確定だと言えるでしょう。ハンジさんの女型の巨人の姿とか見てみたいところですよね。ハンジとリヴァイの関係を考察。ハンジと同じく長年調査兵団を支えてきたベテラン勢といえば、リヴァイ・アッカーマンですよね。リヴァイは調査兵団の兵士長として一個旅団並みの兵力で活躍している人物です。かつてハンジと共に戦ってきたエルヴィンやミケ、モブリットなどの仲間たちはすでに死んでしまっていて、残るフル株はハンジとリヴァイだけになっています。ハンジがおそらく女性であることも踏まえて気になるのが二人の関係性。一部のファンの間でこの二人がカップリングにされているのはご存知でしょうか。というのも、実は二人が親密な関係かもしれないと妄想を膨らませてしまうような描写が描かれていたのです。それが126話でのこと。雷槍を食らい瀕死状態に陥ったリヴァイをハンジが見つけ、手当てしながら身を潜めます。その際、意識が戻っていないと思われるリヴァイの横で、弱気なハンジがいっそ二人でここで暮らそうかとつぶやきます。精神的に参っている状態での全て投げ出したいという思いから出た言葉ですが、この時のハンジのセリフはまるでプロポーズのようにも聞こえ、ドキドキした読者も多くいたかもしれませんね。女性っぽいハンジさんが感じられるシーンでした。実際にはもちろんプロポーズなどではなく、弱音を吐いていただけですが、気を許すリヴァイだからこそ本音が漏れた瞬間と言えます。そもそも寝ても覚めても巨人のことで頭いっぱいなハンジと、自分以外の人や物は不潔とみなしているようなリヴァイですので、恋愛感情なんて皆無といった感じですよね。ただアニメ第9話ではリヴァイがハンジの頭をわしづかみし、自分の方を向かせるというシーンがあります。潔癖症なリヴァイが何のためらいもなくボサボサ頭のハンジの頭を触るということは、やはり特別な存在であるのは間違いないでしょう。ハンジが左目を負傷してからは、リヴァイがハンジを守るように左側に立つことが多くなっていることも確認されており、もはや恋愛というものを超越した深い絆が感じられます。最終話でリヴァイはファルコやガビにお世話されながら生きていることが確認されていますが、もしハンジが生きていたらこの二人が一緒に暮らしていたかもしれませんね。リヴァイとハンジの関係性を踏まえて、132話のハンジさんの最後のシーンを見るとより感動的に見えてきます。
いつもはハンジのことをクソメガネと呼んでいたリヴァイでしたが、ハンジの泣き跡には、チャーナ、ハンジ、見ててくれ、という言葉を残していました。リヴァイが見ててくれとお願いすることもレアですし、実際に最終話でリヴァイは見ていてくれたか、これが結末らしいとつぶやきながら、ハンジなど亡くなった調査兵団の幻と対面しています。このように繋がっていたのだと思うと、改めて美しいシーンだということがわかるので、ぜひ気づいていなかった方は、もう一度33巻と34巻をチェックしてみてください。このようにハンジはいろいろな一面を持ち合わせ、本作においてかなりのギャップを見せた人物と言えるでしょう。ぜひあなたの思うハンジの好きなところがありましたらコメントしていってください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。